はい、皆さんこんにちは。肌の再生医療の北条元春です。今日はですね、炭酸パックということについて、なんとなくネタ切れ感満載みたいな感じの動画になってきたんですけれども、今日も最後までご視聴いただければと思います。炭酸パックってなんか流行ってるらしいですね。私はもう全然知らないんですけれども、どういうようなものかっていうものをネットで調べて私がコメントしてるだけですので、その辺のことを割り引いて面白おかしくエンタメとして見ていただければ、男性がどのようにして女性の炭酸パックみたいなものを考えてるか捉えてるのかというふうにして、見ていただければいいと思います。ただしです、若干のサイエンス的なことも入ってますし、若干のそのエビデンスみたいなことを織り交ぜて話をするので、最後まで楽しんでご視聴いただければと思います。では炭酸パックについて始めていきたいと思います。炭酸パックってなんだということなんですけれども、炭酸って CO2 ですね、微炭酸というもので、弱酸性のものになります。そういうようなものを、入れ込んだ、パックということですね。で、炭酸にはですね、もちろんこれ論文があるんですけれども、温泉炭酸泉みたいな、温泉はですね、血行を良くして体温が温まるみたいな論文がある、そんな論文が待つまでもなくですね、温泉とか炭酸泉とかそういうところに入ると体がポカポカするというものは経験的に知られている事実になります。あえて私の動画ですので、ここに炭酸泉が体を、血管を拡張して体を温めるみたいな論文をここに出しておきますけれども、そんな論文は今回の動画では本論ではないので、その炭酸水、炭酸水というものを、弱酸性ですのでお肌にも良さそうみたいな、そんなようなものをパックにして美容をするというのがあるらしいんですけれども、どうでしょうかね。結論から言うと、自家製のその炭酸パックみたいなものもあるんですけども、結論から言うと、お肌がこうほんわかとして温まって血行が良くなるみたいな心地いいということであれば、どうぞどうぞどんどんやってくださいということになります。でも絶対やってはいけないのが、何かわけわかんないレシピを入れて肌がピリピリするんだけども、この炭酸パックが効いてるみたいなことは絶対やめてくださいね。これ皮膚科医がもう困っちゃう、一番困っちゃうことですので。もうどういうことが皮膚科医が困るかというと、民間療法みたいなもので、アロエはもう言っちゃってもいいと思います。アロエをなんとか塩につけてなんとか揉んで、そこにからしを入れて塗ったらみたいな、そんな民間療法のもので肌がガサガサみたいな人がよく来るんです。これ笑い事じゃなくてもよく来るんですよ。ですので炭酸パックいいですよ、血行を良くするし、こんな論文もありますのでいいですので、やってもいいんですけども、やっちゃいけないのは、これ肌が良くなるから我慢我慢みたいなことは絶対やめてください。それ以外だったらもう何やっても結構だと思います。そこにですね、炭酸パックにエビデンスを求めるとか、エビデンスを探してくるっていう方が土台無理ですので、もう最初から言いました、エンタメとして聞いてくださいということですね。ただ基本としては肌が不快と感じるようなことはもう絶対やらないでください。どの美容研究家が進めてたとしても、どれだけこうバズってる動画であったとしても、やってもいいですよ。自分がやってもすごく気持ちいいなと思うのであれば続けてもいいですけれども、そういうようなもう権威がある人が、なんとか大学教授とか医者が言ってるからとかいうことであったとしても、自分が不快に感じることだったら即刻やめるということがもう基本になります。これ化粧品の基本でもお伝えしました通り、皮膚というのはやっぱりこう健康に害があるようなものっていうのはビリビリとして何らかのこう刺激感が出ますので、それはやめてください。ただ医者が処方したものであればそれはいいと思いますね。医者の監督下であるのであればいいと思います。そんな感じでですね、炭酸パックについて、結論から言うといいんじゃないのというような、そんな結論なんですけれども、経験的にね炭酸水に浸かるとか、それから温泉に浸かると保温効果があるっていうことが知られてましたので、それをやっぱりお肌のために使ってみたくなるみたいなのは気持ちとしては分かるんですけれども、ほどほどにというのが今回の最終的な結論になります。すいません、今日はこんなちょっとネタ切れ感みたいな、エンタメみたいな動画になってしまいましたけれども、実を言うとネタ切れしちゃってます、ちょっとずつしちゃってますので、コメント欄とかですね、質問とかでこんな動画を取り上げてほしいとか、こんな美容法を取り上げてほしい、こんな健康法を取り上げてほしい、実際民間で言われているこういうようなものってどうなの
っていうのを解説してみたいなことがあったら何でもいいです。どんどんください。はい、今日はどうも最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。